君は里見教授のゼミだったかね。まるきり畑違いというわけでもないから、里見教授の論文はよく読ませてもらっているんだがね。優れた研究者だよ、里見教授は。学生には少々厳しいようだが、いい講義をしてくれるだろう。私はあの教授は物書きが肌に合っとると思うんだ。論文でも小説でも。この大学に来る前に断筆したらしいが、小説家里見修二の文壇への復帰も待たれていると聞くよ。全国に類を見ない若い学長として、この紅葉大学を担うのも悪くはない。悪くはないが、なんというのかな、私なんかにしてみればもう少し後でもいいような気がするんだがね。学長になれば当然担当する講義は極端に少なくなる。君たち学生もそれは寂しいんじゃないのかね。そうだろう。私は里見教授を買っているがね、学長選に出るとなると素直に応援していいものかどうか。ただこの大学に強いリーダーシップを取れるような人材が少なくなっているのは確かなんだよ。私のようにそういう政治的なことには全く関心のない連中も少なくないからね。いやいや、重いのにすまなかったね。荷物はそこへ置いといてくれればいい。十分だよ、助かった。昼休みにまで食い込んでしまって悪かったね。ああ、ありがとう。これ、読んでいただけませんか？悪いが、こういう手紙を受け取るわけにはいかない。読んでもらえるだけでいいんです。お願いします。こんな手紙を書くより、他にすることがあるだろう。君の卒論構想発表会、あれは、褒められた出来ではなかった。でも、4回生は就職活動にも忙しいはずだ。こんな手紙を書くより、今しなければならないことを優先するんだな。君か。階段で走るとまた転ぶぞ。気をつけるんだな。Thank you.
お昼まだでしょ。一緒に食べよ。堂本くんたちも学生ユニオンの学食に行くって言っていたから。また？ほんと頼まれやすいタイプだよね。そうね、頼めば何かと力になってくれそうな感じ。そう、じゃあ何かあったらいつでも相談しなさいよね。鹿島教授だ。ほら、あそこ。あの教授ってよく学生とランチをしてるんだよね。すごく話好きな教授でね、話題も豊富なんだって。いいなあ、楽しそう。うちのゼミの教授じゃあの光景は無理よね。里見教授が私たちとランチをしている図なんて考えられないもん。パーソナルスペースってやつね。そういう態度でいるからまだ独身なんじゃない？里見教授って学問にしか興味がないのかな。どうしたの？早くしないとお昼休み終わっちゃうよ。ああ、でもやっぱり同じ空でもイタリアとは違うよな。びっくりするくらい綺麗だぞ。真っ青で赤くて、これが本当の空色って言うんだってちょっと感動した。お前にも見せたいなって思った。いつか一緒に見に行けたらいいな。いつかな。そうだ、俺今から練習なんだけどさ、よかったら見に来ないか？オッケー。それじゃあ俺着替えあるから先にグランド行ってて。お待たせ。ああ、あれだ、びっくりしたよ。ページめくったらいきなり俺の名前があるんだから。ああ、そうだな。ちょっと恥ずかしいのはあるけど、でも憧れてた選手と同じ雑誌に載ってるのってやっぱり嬉しいよ。ところでさ、明日俺オフなんだけど、二人で会わないか？
いや、深い意味はないんだぜ。たまにはゆっくり話もしたいし。そう来なくちゃな。じゃあ、後で時間と場所決めよう。しばらくそこで練習見てて。もうすぐハルちゃんも来ると思うよ。懐かしい。でも確かにだな。でも嬉しいよ。わざわざ俺に会うために頑張ってくれたんだもんな。それにお前はやっぱりメガネ取るべきだよ。絶対そっちの方がいいって。そうだ、特に行きたいところってないよな。せっかくだからお前の服を買いに行かないか。俺がプレゼントしてやるからさ。心配すんなって。実は俺今ちょっとした小金持ちなんだ。ヒロに言うなよ、たかられるからな。俺がさ、買ってあげたいんだからいいだろ。俺のわがままなんだから。その代わり条件一つつけるから。とりあえず二人で会うときはその服でデートかな。お、ずいぶん突っ込んでくるようになったな。ヒロの影響か。さあ行こうぜ。まあその前にとりあえずそこのカフェで何か食べようか。さあ、どの店に入ろうか。へえ、そう、望月か。今流行りだよな。そんなのわからないぜ。ちょっと入ってみようか。往生際が悪いぞ。いらっしゃいませ。
イタリアにもショップがあったからな。この街から世界へ出て行ったデザイナーか。今に俺も。とりあえず気に入ったものを試着させてもらえよな。なかなか決まらないみたいだな。店員さんに聞いてみたら？え？俺が？確かにずっと一緒だったけど。そっか、分かった。じゃあちょっと待って。この服着てみてくれる？なあ、どうだ？似合う。絶対この服がいい。お前はどう？気に入ってる？何言ってるんだよ。それが本当のお前なんだよ。なんだか俺も嬉しくなってきた。でもやっぱりお前は綺麗なんだな。いや、そうじゃないよ。だって俺昔から。田中康平さんですよね？あ、うん、そうだけど。田中選手だって、私この間のイタリア戦見てもうすっごく感動しちゃったんですよ。ほんとかっこよかった。3点目取った時なんて私涙流しちゃった。うん、そう。え、ひょっとして彼女だったりするんですか？いや、ただの幼馴染なんだけど。そうなんだ。すっごく綺麗だからモデルさんと付き合ってるのかなって思っちゃった。あ
今日は久しぶりのオフなんで、ちょっとゆっくり過ごしたいんだ。ごめんね。そっか。じゃあ写真1枚だけ撮らせてもらっていいですか？私はサインも欲しいかな。うん、わかった。ごめんな。いや、俺お前のことをただの幼馴染だなんて言っちゃってさ。でも俺お前のことをただの幼馴染だなんて思ってないし、ああほら、なんていうか、ただのじゃねえだろ。俺にとっては大事な幼馴染殿だからさ。なんか軽々しく扱ったみたいで嫌な気分だぜ。そういえばモデルみたいだなんて言われてたよな。だから言ってるだろ、お前は綺麗なんだって。意外と誰もいないな。そうだったな。はるちゃんにお前と友達だってことを学食で聞いてさ、で暇そうなヒロを連れて4人で遊びに行こうってことになったんだよな。でも俺お前には結構感謝してるんだぜ。俺の夢を笑わないで真剣に聞いてくれるやつが、信じてくれるやつがいたから俺はここまでやってこられたんだよ。きっと一緒に行こうな。ああ、お互いの夢を叶えて一緒にあの海の向こう側に広がる世界へな。あれ、おい、はるちゃん。どうしちゃったの？ちょっと、なんでそんなに綺麗なのよ。
もう私のことほっといて何二人でデートしてるのよ。はるちゃん、今日はどうしたの？明日の準備。ほら、明日からサッカー部活動再開するでしょ。で、必要なものをリストアップして買い出し。うわ、それでこの量。ほんとご苦労様です。俺今からハルちゃん家まで荷物運ぶよ。ちょっと大変そうだもんな。え、そんなのいいよ、大丈夫だって。ほら、今日でオフ終わりなんだから二人でいなよ。ああ、もうなんか邪魔しちゃったみたいじゃない。ヒロでも呼び出して買い物付き合わせればよかったな。ごめんね。あ、今日はありがとな。すごくリフレッシュできたから、また明日な。ほんとごめんね。今度なんかおごるよ。何してるんだ。君の足元にあるが。メガネをかけるようになったのは去年からだったか。視力は？そうか。おとなしい顔にやぼったいメガネでは印象が薄くなる。Thank you.
今日も桜塚歌劇は大盛況だわね。ほんと桜塚様々よ。時組のショーホール公演が終わったからしばらくは楽になるかと思ったけど、甘かったみたいね。夢組の不安は時組の不安と違って万事派手好きだから。一番淡白なんじゃないかしら。月影さんがトップになってから急にドライになった気がするわ。花組の不安の中にはよその組からやってきた月影さんを心よく思ってない人もいるみたいなのよ。あなたは月影さんのファン？今はちょっと大変かもしれないけど、月影さんは実力派だから放っておいても時間が解決してくれるわよ。じゃあ控室の方よろしくね。配達ご苦労様。今日も大荷物だね。手伝ってあげようか。これ、あなたから？うん、嬉しいよ。私、この色のバラが一番好きなんだ。そうだっけ？そんな細かいこと、よく覚えていられるね。ごめん、ありがとう。それで、今日はどこに配達ですか、お嬢さん。なんだ、手伝いがいがないな。時組のショーホール公演が終わったからじゃないかな。ところで、この花、いつも一人で配達してるの？楽屋？ああ、わかった。あなたのバイト先、花工房ロザージだね。ロザージの花束はセンスがいいって、うちのメンバーにも好評なんだよ。よかったよ、あなたが元気になってくれて。あなたのお兄さんが亡くなった時、私何もしてあげられなかった。私じゃないよ、きっと友達のおかげだ。あなたはとてもいい子だから、きっといい友達や彼氏に恵まれているんだろうね。そういえば、その後どうなの？恋愛の方は。前はよく恋愛相談のメールをくれたじゃない。最近は進路の話が多いよね。恋愛に関しては相談することもないほど順調ってことかな。
若い子は。まあ気持ちだけは若いつもりで行くよ。さてと、そろそろ打ち合わせに行くとしようかな。うん、じゃあまたね。確か3回生の英文学特攻1は明日の午後だったな。今週の発表担当は誰だ？そうか、楽しみにしておるよ。君か。あら、誰？この可愛い子。うちの大学の学生だ。あなた、どこかの帰り？花屋ね。力仕事の割には時給は安そうね。どう？よかったら私の店で働いてみない？一元さんお断りのクラブだから客室も悪くないわよ。あなた結構可愛いから売れっ子になりそうだわ。ゆかり。あら、何？彼女はまだ子供だ。子供って、あなたおいくつ？じゃあもう大人じゃないの。いやね、うちの店にいる京子ちゃん、あの子大学生よ。知らなかったの？知らんな。残念だわ。私はスカウトしたかったんだけど、修二のお許しが出ないんじゃしょうがないわね。じゃあまたの機会にね、お嬢ちゃん。気をつけて帰れ。
ねえねえ、これいいと思わない？トゥルーシーンの新作、かっこいいよね、このスカート。このモデルさんが着てるトップスもいいよね。そうなのよね、雑誌掲載されているやつってすぐ売り切れちゃうから、バーゲンまで売れ残らないのよね。そりゃあそうよ、どうせなら安く買いたいじゃない。部活のおかげでバイトもできないしさ。そりゃあすみませんね。ああ、誰かプレゼントしてくれないかな。そうだ、ヒロ、プレゼントしてよ。なんで俺がプレゼントくれてやる必要がある？いつもお世話してる量として安いんじゃないかな。おいおい、勘弁してくれよ。これ、このスカートね。なんだ？変な構造のスカートだな。お春にはこっちの方が似合うんじゃねえか？仲がいいんだかなんだか、まあそういうお前だってヒロと仲が良かったりするじゃないか。そう？そうだな、ハルちゃんを手本にするのもいいかもな。ハルちゃん？そうだな、いい子だよな、実際。お前はそこにいるだけでいいんだよ。なんだよ急に。今はサッカーが忙しいしな。それにお前がいるからいいかな。そうかな、大差ない気がする。なんだよ、寂しいこと言うな。お前に好きなやつができたら俺はどうすればいいんだろうな。俺に好きなやつができても、俺に彼女ができても同じこと言える？ひでえな。それが分かってるんならな、前から思ってたんだけど、お前の好きな男のタイプってどんなのなんだ？そうしたら俺はお前にヒロを紹介したことを一生後悔する。
幼馴染ってやつは面倒だな。何何？真面目な話？お悩みなら聞きますぜ。やっぱり憧れは最初のスカートなのよね。他のもいいって言ってたじゃねえか。でもね。うん、付き合ってね。よ、今日はオフにしてもらった。どこも悪くねえよ。てか心配性だな。あ、なんだか雲行きが怪しいな。同じく。そうだな。ま、単位落とさないように頑張ってるよ。お褒めいただき光栄にございます。あ、こっち。どうせすぐ止むさ。向こうの空が少し明るい。どうした？寒いか？しかし思い出すよな。よく公園でかくれんぼとかしただろう。そんなことあったか？俺はなるべく早くお前を探し出すように心がけていたんだけどな。お前がよっぽど隠れるのが上手かったんじゃないか？早く見つけてほしいんなら、分かりやすい場所にいてくれないとこっちも焦るぜ。何を謝ってんだか。そうだな。だけど今も昔も俺は。な、雨少し小降りになってきたかな。そりゃな、気を抜けばすぐに蹴落とされる。そういう世界だから、大学のチームとは違って補充も簡単だしな。
プレッシャーはあるさ。時にはそれに押しつぶされそうになる時だって。そういうので眠れない日だって。だけどやるなら上を目指さないとな。なんてったって俺はイタリアでのプロを目指してるわけだし、全日本でのポジション争いでビクビクしてる場合じゃないよな。そりゃ心強いな。俺にとってお前はさ、特別な存在なんだぜ。幼馴染か。あ、そうそう、今の話はヒロたちには言うなよ。かっこ悪いだろ、プレッシャーで眠れない日がありますなんてよ。それにお前にだから話したんだから、弱音っていうやつをさ。練習で出られなかった授業があってさ、そこの部分のノートを写させてもらってるんだ。俺に感謝しろよ、こう。どうせ人から借りてるくせに。ああ、結構真面目に撮ってるよ。試合や遠征で授業に出られない分、できる限りのことはしたいからな。本当、もう勘弁してほしいぜ。俺テストついていけないかもな。お前ついていってたことあったっけ。いやいや、いろいろ考えてるんだぜ。日本経済のこととか世界平和のこととか、どうやったら人類全てが幸福になれるんだろうとか、そういう壮大な悩み事を持つがゆえに、俺は授業中も絶えず瞑想というものを、すいません、寝てます。だから頼む、里美の授業のノートも貸してくれ。もう朝練の時からずっとこれ。昨日の晩からいた人もいるみたいだよ。本人がすごい活躍したことに加えて、いまだにプロに行かないってことも話題みたい。さあ、でもそのおかげで私はものすっごく忙しい目に遭ってるんだけど。何言ってるの。さあ、私ももう体空いたから一緒に授業行こう。
これちょっと暇があったから塗ってみました。でも 2,3 日の命だろうな。せっかく塗ってもハードな部活のせいですぐに剥げちゃうの。色も気に入ってるんだけどね。だけど気がついてくれたのは女の子だけか。まったく誰かさんは。いや、うん、独り言。そうだ、塗ってあげようか。爪の形綺麗だから映えると思うよ。そうこなくっちゃ。じゃあ後で塗ってあげるね。